石垣彩子石垣彩子、英太郎夫妻、石垣彩子は、日本の評論家、社会運動家。旧姓、田中。陸軍幼年学校物理学教授、田中三四郎の次女として、東京に生まれる。母親を幼少期に亡くし、父親の手で育つ。不立、第一控女に学び、YMCA の英語クラス、バイブルクラスに通って、社会運動に触れる。 自由学園卒業。警察に検挙されたことをきっかけに、家族の勧めにより、1926年に、外交官として、ワシントンに赴任する、姉夫婦と共に、米国に渡り、反戦、社会運動に参加する。姉夫婦宅を飛び出し、ニューヨークで知り合った、日系移民の画家、石垣栄太郎と1929年に結婚し、店員や公員として働く。 1929年から1937年の間に、ジャック・シライとも知り合い、信仰を持っていたとされる。満州事変が起こると、ザニューマセズやチャイナ・トゥデーなどニューヨークのマルキスト雑誌に投稿を始め、1937年には、アメリカ共産党の下部組織アメリカン、リーグ・フォー・ピース・アンド・デモクラシーに雇われ、西海岸のオーガーナイザーに任命された。 ロサンジェルスに移り、日本語新聞、ラフ新報のコラムニストになり、女性の権利や反戦について、主婦向けの記事を連載した。同年ニューヨークに戻り、中国を支援する公演巡業を引き受け、1940年には、春祭りの筆名で英語の小説レストレスウェーブを執筆。同書は、春の自伝の形を取ったフィクションで、 公実的な態度の日系米人をを批判し好評を博し博た日中戦争、太平洋戦争中は日本兵に対する反戦の呼びかけ運動を行うと共に米軍に協力して夫と共に米軍の対日プロパガンダ機関である戦時情報局で伝達作成にも携わった戦後も戦時情報局に5年務めるなど米国政府に貢献したが アグネススメドレーラ左翼活動家との交流が嫌われ、1951年にマッカーシズムにより、国外退去となった夫に伴い帰国。婦人公論1955年2月号に発表した、主婦という第二職業論で第一次主婦論争の火蓋を切る。以後テレビや雑誌に多数登場し、女性問題で活躍した。その女性論はしかし、 裕福な家庭に生まれ優れた能力を持ち理解ある、伴侶に恵まれたもののブルジョワ女性解放論でしかなく、むやみと愛を強調するばかりだという意見もある。他に台北時に交友があった、パールバックの作品の翻訳、アグネススメドレーデンなどがある。父親の田中三四郎は1873年に、京都府平民、田中元三郎の次男として生まれ、6歳の時に、 おじ、田中三四郎の絶景を、最高1898年、東京帝国大学理科大学物理科を卒業し、1900年に、陸軍幼年学校教授となり、1911年、第六高等学校教授、その後山形高等学校教授を務めた。なお、夏目漱石の三四郎は、早稲田南町の夏目家と田中家が近所であったことから、 漱石が田中三四郎の表札を見て、主人公の名を思いついたと言われる。姉のテル子は、東京府立第一高等女学校卒業後、外務事務官の佐藤俊人と結婚し、夫と共に1926年渡米。俊人は、東京大学政治家卒業後、シアトル領事課員、在サンフランシスコ日本総領事などを務めた。俊人の父、 佐藤純造は、熊本の氏族の出で、熊本県の農商務林務官を経て、韓国政府の農工商部に、勤務の後、大倉木八郎と富山舞竹会社を設立、朝鮮ガス電機会社、朝鮮中央鉄道会社の創立メンバーとして、重役に就任し、1924年に、熊本選出の衆議院議員となった人物、テルコと敏人の長男、佐藤光一は、 ホテル大倉の社長、会長を歴任した、キリヒト派と呼ばれる石垣が作成した伝探。ウィキメディアコモンズには、石垣あやこに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。